地球から見た月面全体における一宙の海の詳細地図。二の入り江は A で表された一二の入り江は雨の海の北西に伸びる玄武岩の溶岩でできた平原である。北東から南西にかけてはジュラ山脈に囲まれている。南西の突端部はヘラクレーデス岬、北東の突端部はラプラス岬と名付けられている。この湾と周囲の山脈は 月面で最も美しい景色の一つと考えられており、月観測者にとっても有名な地点である。特に月齢10前後の頃には、入リ江の円の部分のみが太陽光に照らされるタイミングがある。虹の入り江の中には大きなクレーターはないが、南にはヘラクレーデスイ、東端にはラプラスエー、北にはビアンキーニジという衛星クレーターがある。表面は水平であるが、 多くのリンクルリッチがある。この湾の月面座標は、北緯44.1度、成型31.5度であり、直径は 236km である。序盤にッティスタリ調理により、ラテン語で虹の入りへと命名された。ヘラクレーデスクレーターの衛星クレーターは、以下の通り。ラプラスクレーターの衛星クレーターは、以下の通り。中国の月探査計画。 ジョ計画における着陸候補地点とされており、2013年12月に打ち上げられたジョー3号は当初日の入り江に着陸する予定であった。探査機は同月14日に南着陸に成功したが、着陸地点が予定より東にずれた結果、外側の雨の海の北西部に着陸する形となり、虹の入り江の探査には至らなかった。ありがとうございます。